はい、はい、どうも高田の馬場です。ビカロです、本日は金曜日ガロスペ大会ということでやっていきたいと思いますけども、参加者は何名だ、27人ぐらい集まってますね。はい、大丈夫ですね、準備できてますね。はい、じゃあ金曜日ガロスペ大会始めたいと思います。いくぞ。はい、行きましょう。ワンピー側が、それがしのファン、ツーピー側ガロボ。はい、お願いします。さあ、それがしのファン一体誰なのか。さっき呼び出す時も言ったんですけど、基本的に味方勢全員それがし君のファンなので誰だか分かんないんですよ、絞れないということで。それじゃあ、それがしリスペクトで、あまりの、やっぱ色使えないんだね、あの色はそれがしさんだよということで。ガロボーさん、今なんでジャンプくらいになったのか俺分からないんだけど。さあ、ガロボースピーナーガロボーさんですね。さあ、いつも通りハウスからの出発。さあ、押し返していく。俺のガロボースタイルはアキラ君と。さあ、それが君の相手に若干、ガロボーさんが手下である部分もあるかもしれないと思うんですけども、弟子は、いや、弟子、いや、そしたらやれるのか。弟子さん出せる。どうだよ、アキラ君。それが君のファンなら当然出せるよ。3回目はダブルレップ君。ダブルレップ君。ダブルレップ君。あーっと、何だ、それがしだと裏手で強い突き入れていく。まずはガロボー一番の選手。奥は春日部さんが勝利。じゃあ奥で、浅宮葵とコンちゃんお願いします。浅宮さんとコンちゃんお願いします。さあ、ということで、大空レップ点超えていったが、これは格判だった。ダメージで交換していく。ダメージでしっかりと当てていって、打ち合う、ね、アンディー飛び道具かなりの実は強いので、こうやって打ち合うこともできますね。これまで突進技が強いのに、飛び道具も鬼強い、無敵技もある。いや、強いよね、みたいな。さあ、若干アンディーがリード、赤くなって、おっと、すごい、追い抜かす。さあ、走らせまして、残影剣を引き返す。ちょっと、当てに取ったな。これは何を狙っていたのか、避けたが大キック耐久。勝ったのはガロボー、世界16位だからね。ジョー山中対ボン、一体ジョー山中とは誰なのか。はい、ジョー山中さん、ジョー山中さん、はい、ボンさんとジャンキーでして 1P2P 決めてください。さあ、2P 側がボンさんですね。 1P 側はジョー山中、一体誰なのか。まあ、配信見てない方っていうか、現地にいる方にはもうボロバレなんですけどね。あれ、浅宮さんとコンちゃんは、コンちゃん、コンちゃん、どうせ EX2 やってんだろ、コンちゃん、コンちゃんいますか。02やってんのかな、それとも EX2 プラスかな。早く来ないと確認しますよ。じゃあ飛ばしますか。はい、じゃあ今日はこれやってますね。じゃあちょっと呼び出しだけ先にやっちゃいます。D3D 対むつみ奥でお願いします。恐ろしい、大胆で落としていった。まあ、ボンさんね、世界大会とかはファンでしたけど、もともとね、キム使いということで、なんかキムにキャラを戻してと言っている。対するジョー山中は、元も何も分かんないですね。この動き誰かに似ている。ジョー山中さんは結構ガロスペやられてるんですか、ジョー山中さん。あ、こんちゃんちょっとアトムに回しちゃいました。お願いします、すみません。上からそれじゃあ全然いけないか、連敗だったか。ハリケーンでじっくりしたい。ジャックスラだが、これは当たってしまう。スラじゃないね、ハリケーンです。あっと、投げを狙いに行ったが、これは若干ごちゃった。長いこと繋げないと、ちょっと他の技には繋がりづらいんですね、今度はね。さあ、これもジャックの一人でくださった。スライディングの高にはならない。こちらジャックのハンサー、ランドルが効いてるジャックパンを当たる。切り返して、あっと、切り返したまでは良かったが、ハリケーンはさすがに硬直には間に合わない。あれはジャックパンとかね、投げだったら勝ってたんですけどね。なんと、避けて隙を作って、それ以上の隙で迎えるというね、とんでもない高等プレーを迎えましたけど、ジョー山中、一体誰なの。熱いです。言うてもね、ジョーはちょっと金の相手にはね、ちょっと聞くとこあるんで、まあ、それ以外の件は全然残有なんですけどね。
バスバスに取っていく、しゃがみくらい、あれは意図的に狙うのがあるですね。ああ、なるほど、大学では先に捕まらないと。赤くなっているが、まだ全然安心はできないよ。こっからむしろ強くなるのがキム。さあ、ザク爆裂拳、外はスラム、反角、これね、攻撃を打っちゃうとね、食らってしまうんですけどね。ああ、それ狙ってますね、誘ってますね。必死の連打、上山中、上山中、一体何なんだ。上から踏む、冷静、それいいですよ。なんだよ、ああ、ザク爆裂に吸い込まれる。あとは上山中、なんで上山中なの。はい、じゃあ、アサミヤ葵、コンちゃんやっちゃってください。バッター、むつみさん。はい、じゃあ、むつみさんです。じゃあ、それがし君とハローさん。はい、行きましょう。ワンピー側はコンちゃん、ツーピー側はアサミヤ葵。ギース対ジョーですね。コンちゃんの状態、赤宮さんのギース。おらで、奥ではそれがし君のギースと、ハローさんのキムの対決が行われるということですね。さあ、今日も第18回オースタンファイ王者それがしとアピールを忘れない。さあ、行きましょう。ハイガーパーフラッシュレッブーテン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 アサミヤさんの新サムがメインでやられていて、両手を使いたいんでね、アサミヤさんが今週で今回の EX プラスのね、話をしている方ですけどね、今日は G ニュースの上ですね。結構相変わりに高さは、この辺の上手はしっかり使ってるんですけど、よろしく印象もあります。運転さんなんかビリーで、18号さんとも来るんですからね。追い詰めて、投げを決めて、コンちゃん、まずは1ラウンド取っていく。やっぱね、ちょっとかは結構、近づいた後の、固めとか、相手が非常に強力なので、分かりやすいですよね。隙もないし、フライ判定もかなり薄いので、天然の防御力が非常に高いから、ちょっと後ろになった、これが見えていた。口に投げ。そして、ギースもね、結構、中心線というか、フライ判定が特殊なので、割とああいう風なめくり狙いのやつは当たらなかったりするんですけど、そうめくり狙いとか注意が必要です。あっと、ここは低いですが、下間おっと、僕も頭速い。さあ、シングル下がりくらいしっかりとピオリまでつなげる。やりました。これで決まった。やったのはコンちゃん。コンちゃん勝って、こちらそれらしく、じゃあモサリ対ババ手前で、R石対レシオ奥でお願いします。さあ、2台進行でね、サクサクやっていきたいと思いますけども、手前が、モサリさんのローレンスと、ババ君のジューベで、奥が R石テリーと、レシオキムですね。はい、お願いします。 1P 側が、ババジューベ、スピがモサリローレンス。ジューベローレンスはですね、非常にきつい組み合わせと何度かこの配信でも言った気がしますけども、それを使いすことができるか。スライディングだ、固めの後だで、いろいろとね、不利な状況が続くローレンスですが、一発のダメージはでかいので、それをどうにか通したい。そして守り切ってタイムオーバーね、バックでも試合に入れてやりたいところ。一番片方が資本、これしっかりバックステップを見ていく、こういうのがね、やっぱ重要ですね。さあ、UJ 側、いくらキャラ的にリードしてると言っても、ここまで体力リードされると結構きつい。この体力を生かしてじっくりと立ち回りたいところ、スライディングギリギリ当たる。そして大きい攻め、下台パンチギリギリね、重ねましたね。あんだけ遠いと、ひたすらの上のね、投げでも吸えないということで、いい感じの重ねでした。まずはモサリ・ローレンスが取っていく。やっぱね、ローレンスはキャラ的にちょっと厳しい組み合わせ、対戦がね、強いられることが多いので、やっぱね、その辺なんすか、うわ、変な猿がいる。あれ、誰、変な猿がピストルフィギュアを置いてきましたね。わからない、どう山中さんなんですか。もう、配信が全く伝わらないことを俺はずっと言い続けてるんですけど、また、マクロス、あ、コミックも増えた。
クロスベルトがここに置かれましたけど、ラクロスいいと。これうまいですね。あのブラティカッターは見てからじゃ絶対に間に合わないんですけども、もうぶっ放したところにたまたま打っていないと当たらないということですね。そして小圧も挟んでいったが、最後はなんだよと先例を冷静にやっていく。まあ奥終わりましたね。キムナカというか6色の勝利ということでおめでとうございます。じゃあ奥、じゃあ真のパルチ奥で、いや見たいな、どっちも見たいな、見たいよ。シンゴチンとかなかなかないよ。端っこ通した、最初入れ替える、うまい。徐々にリードが広がっていく。赤くなってもまだ全然油断はできない。さあここですね、垂直ジャンプで飛び道具避けているだけでは何も。あっとこれ踏んでしまった、緩急つけていったか、弱を踏んでしまう。そしてね、固めて、これは投げが使ってしまう。斜め後ろまで持ってきてましたね。勢い余ったか。さあ残り時間20秒、リードが縮まっているぞ、危ないぞ。さあここ大キック入る、これでまたリードを奪う。そしてね、飛び込む、ひたすら飛び込む。さあ大キック、さあゼロノックだぞ。ラインも使うが残り5秒、どうする。さあジャックからの下ジャックパンの連携、スライディングを潰して勝ったのはモサリ。いや、いい試合でしたね、ありがとうございます。じゃあ、手前で MDX 対オシムお願いします。さあ世界大会でね3位に入ったオシムさんの、今回はマイですかね。はい、オシムマイが 1P2P 側 MDX ペリー。さあどうなるか、まあ、オシムさんのね、冷静かつ、冷酷な勢いの、大演武、その辺をね、どう返し打っていくか。NDX はね、今も見せましたけども、結構ライジングタックルかなり打ってくる方の印象があるんですけども、それをどうする。あっと、奥終わった、パルキ勝利。奥誰だ、奥、カブ対、赤間お願いします。カブ君と赤間さんお願いします。はい、1ラウンド目はオシムが取っていく。すみません、ちょっと呼び出しながらということでね。さあ行きましょう。まあテリーかなりね、きつい戦いを強いられると思いますが、どうにかね、ワンチャン通していきたい。もしくはじっくりと集まって、手繰りとかもね重視して、こういうのですね、こういうの積み重ねてタイムリードを奪いたいところです。さあ攻めていって大キック、ね、大キック出してくれるんだったらテリガーのやりようがあるんですけどね、難しいところですね。やりようがあると言ったけども、やれるってわけではない、毎回狙う難しいですかね。そして飛び込むと大ルエンブとです、ね、飛び込んだともう何もないですからね、しょうがないですね。あれはね、勝ったのはオシム。じゃあ、ブリ対カスカベお願いします。カスカベさんとブリさん、あいたブリさん、カスカベさんいる、あ、お願いします。さあブリさん、1回戦シードということでね、2回戦、1回戦を勝ち上がってきた春日部さんと激突です。ブリさんといえばね、リアルバウトシリーズ、いやむしろガロー3からのね、ブルーマリス界ということで有名ですけども、今回はダックということで、まあ、ブルーマリいないですからね。さあどうしてダックは特にいわゆる多芸勢を魅了してやまないのか。ガロスペに興味を持って始めた方、ダック好きすぎ問題っていうのがたまにありましてですね、大体次やった時くらいにダック弱くないですかって聞かれるんですよ。そうそうです、いやダックいいっすよ、いやもういいキャラですよ、まあ、難しいですね本当にね。この倒れ方ダウンしている、ただ近いよ。近かった、ブレイクスパイラルタイムだったが、あっと危ない、ジャックザーレは危ない。カスカベさんもかなりこれサービスタイム入ってますかね。さあ超レッパー上を取っていれば潰せる、ここゼロドットになったけど、どうだ、ジャンプ大きく刺さる、裏剣はなんだ。さあここ近くで、あー、ジャックキックから前に出たところ、ジャックパンこすっていた、こすり力が違うんだよと見せていく。勝ったのはカスカベ、まだね1ラウンド目ね、勝ったのカスカベさんですね。さあ2ラウンド目、でもいい勝負でしたね。
さあブリさんやっぱね当て感鋭いですからね。言うてまあガロー3とかでねかなりねその隙をつかないと技当てられないですからね。あんなテリーばっかりの魔境でブルーマリオ使って優勝する男ですからね、とんでもないですよ。奥は赤間さんが、あ、キャラさ奥でガロボーエンテやりますか。ガロボーエンテとかをね奥でやっちゃいましょうか。まあ、基本的にあんまり出てない方をね出したいのでね俺はね。あとに、これは通らない下強パンから残影つながってしまう。あの距離でも通るのか。ここはライン移動で一旦仕切り直す強パン。一方で2勝ってそこから飛翔剣を踏んでしまう、当たってしまう。勝ったのはカスカベ。ここやってっから、じゃあジョー山中対コンちゃん行きましょうか。さあ謎の男ジョー山中、そしてあれなんでマスク取ってんじゃん、なんで先だけ捨ててたんだ。さあジョー山中マクロスデルタのフィギュアを再び宣伝するために負けるわけにはいかない。矢野間の社員の皆さん見てますかって手振ってもね映らないんですけどね。はい行きましょうかね。はい行きましょう。 1P 側コンちゃん、 2P 側、なんだっけ、ジョー山中。お、ジョー対決ですね。紫パンツがコンちゃんです。あーっと、じゃ危なかった、今ワンちゃん死んでましたね。あの開幕謎のロケッピア入りましたよ。いや人類最速で即死したら危ない危ないいいですね。上対決も結構こういい感じで熱くなってきますよ。これおもらしが1回お互いあった。あ、コンちゃんの方は、ね、即死までいかなかったかもしれないですけど、わかんない、怪しいところでしたね。開幕上山中完全にあのロケットはやばかった。だがその後盛り返す。山中さん大丈夫ですか、見えてますか。山中1回戦と2回戦で外見が違う上山中、一体どうなっていくの。これ勝ったら次の試合山中さんどうなるんですかね。あースラッシュ、これをつながってるのか、なんかハリケーンって聞こえたようにも思えたけど、まあ後ろに取っている。これは山中ファイヤーが入ってしまうのか。爆裂剣しかも弱、いや勝った瞬間に暴れ回っている山中さん、すごいですね。よくわかんないキャラですね。それはこの漫画と関係あるんですか。ないのかな。奥はエンテイさん、奥はガロボーさん、ガロボーさん勝利。さあ山中さん優勝するのか。じゃあむつみなる奥でお願いします。後ろから山中ファイヤー再び、ここからはい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 同じコンボ、遠距離弱パンからしっかり弱爆裂決めていった。勝ったのはジョー山中。ここ今やってから、俺とそれがしくん、じゃあ行きましょうか。ジョー山中うるさいしっかりやって赤間さんから行けって言われたんですけど、もうやらないと大変ですよ。先週怒られました。なんで身の上話始まったの。今日から生まれ変わります。ああジョー山中さんに生まれ見たひどい組み合わせですね。はい、さあ、ソルガスさんが 2P、1P がアッキー、あ、おい、一番残ってくる。アキラさん、アキラさんですね。アキラさんが、タンもね、ヒースに負けず横押し強いキャラなんで、決してやれ、日本語喋れるんですよ。普通に喋れるんですね、なんか。あ、ゴリラなんですか、一応その被り物っていうのはね。まあ、気になる方は今からね、味方できてね、見ていただければと思います。
会社の人に検索されないように今日から言われたんです。会社の皆さん見てますか？あっそれが参った。先週実況で見せていただきありがとうございました。いや強かった。なんか食らいすぎちゃったな今な。大勝負は当たっちゃったもんな、はい、ちょっとピオリチが蓄積してたからね。意外とあれ長いからね大勝負。はい、なんかできすぎでした。じゃあ、いや両方開いてんのか、ごめんね。なでけえな。ちょっと待ってください、すいませんね。じゃあ、あモサリーレシオ手前でで、奥でパルチオシムお願いします。はい、じゃあ2回戦まで2大進行かな。もう1回やっちゃってもいいか。はい、お願いします。ワンピー側が、ワンピー側がレシオキムですね。ツーピー側モサリローレンス。さあキム対ローレンス、ローレンス側の対空とかをねうまいことやるとキム側も結構めんどくさい、まあ、特にレシオ君はねローレンスに苦手意識。おうまいですね。ああいうのは結構重要ですね。これを生かしきれるか。ちょっとね話しとくでしたけど、レシオ君あのやっぱローレンス普段ねなかなか対戦する機会がないので苦手意識が若干あるんですけども、コンボが入っちゃった感じで間に合うか。間に合った。裏から完走できるか。投げしっかり近距離ジャックパンの限界まであえて立ちでつなぐ。そして立ち大パンにつないで KO。 いやこのゲームが大丈夫か不安になるコンボですね。ありがとうございました。まあねレシオ君はねこの間燃え出してノジアイでエーパー決めてる人相手にステージしてね、なんか別にあーレーパーなのって言ったらノジアイでエーパーやるやつの気が知れないって言ってたんですけどもね。ガロスペでやめればいいじゃんって。いやガロスペが減るから大丈夫、意味わかんないこと言ってましたね。減るからいいってなんだよって。いやあれは大丈夫、何やろ。まあねでも長いエーパーよりはいいですよね。40ヒット50ヒットしてシャーッと空からキムが降ってきたが、オーパー一発、これは安い。あ、なんと半角取れない、若干難しい。そしてどうだよアキラ君、後ろから入っちゃうよと。あジャックパンだけでピヨって、あ見せコンなんてやらねえよ。あ意外と見せコンですけどね、遠距離ジャックパンあんなになかなかつなげないんですけども。さあ勝ったのはレシオ。あ奥も終わってますね。奥はオシム勝利。レシオオシム勝利と。じゃあ赤間周平手前でチームダック頂上対決やりましょうか。でベスト8までは2台でやっちゃおうかな。あーでもこれ見てえな。まあいいかガロスペ早いし2台1台でやるか。はいじゃあ1台でいきましょうとか言ってね、また後で怒られるかもしれないですけど、まあそれはそれ。さあチームダック、チームダックリーダーですからね現在ね。まあ、何で決めたかって、あの世界大会でベスト8まで進んだのが周平君ということですね。まあでもね、アウトをちょっとやっておくか危ない危ない。まあ、あの位置だとね、結構繋がないですからね。さあ、固めこのダック同士ね、特にこの無敵技がね、まあブレキソンとジャックのヘッドスピンしかないということで、このパンチョップ非常に割りづらい。おっと、裏落ちしっかり見えている。赤くなっているのは赤間側だが、なかなか吸わせない。一応ね、理屈では一瞬隙があれば吸えるんですけども、その入力のね動作ありますからね。理論上とは言ってもなかなかうまくいけない。今もね吸えはしたんですけど、なかなか吸えず、ここはバックステップから吸われてしまう。下逆パンから、遠距離強化のターンチョップにつなぐ一瞬のところ、しっかりバックステップ入れてましたね。あの辺がですね難しいんですよね、この判断がね。まあ、ガードとか安定なんですけども、さらに画面端が近いということだったらバックステップもありと。まあ、そういう意味ではね、ダック同士非常にね結構やりがいがあるんですよね。特に赤くなった後一気にキャラクターが変わるということで、さあターンチョップにすら差し込んでいく。あのニードルローもねダック戦非常に、おっとこれはギリギリガードしていた。
バック同士の受け取りがでかいのが逆に幸いして、幸い災いなのかな、まあ、どっち視点かによりますけども、大ブレイクストーンもいい感じで3発入っちゃう時がありますからね、この辺も気をつけないと一発で終わってしまう。あー最後は酒うまいですね。サジコネキ、ダックもね、非常にサジコネキ強い方ですからね、まあ、出の速さとかは、普通なんですけど、下段ということで非常に使いやすいサジコネキですね。この間世界大会の 前日くらいかな、天神がダック酒弱いよねって言って、こいつバカなのかなと思ったんですけど、ね、本当にガロスでやってるのか不安になりましたけどね。あーこれはどうなんだ。さあしっかりと、あーまだまだピョっていないぞ。最後ゲッツァビートフィニッシュ、投げられ判定が戻ってから即スー、起き上がり、まだ赤くなっていない、これは赤間吸ってしまうぞ。もう一回、これはいけるか、吸いたいところ、ジョヒール、あー逆足が無情にも刺さる、勝ったのは赤間、下克上、まあ、リーダーの座がかかったことか知りませんけども。はい、じゃあベスト8いきましょう。カスカベ対ガロボ、さあ同キャラでアンディ対アンディですね。そしておなんと世界16位同士、互角互角ですよ。さあいきましょう、ワンピー側がガロボー、ツーピー側がカスカベ。さあ味方ではね、の試合でもかなりやる機会はあると思いますけども、さあどうなのか、ワンピーカラーですね、白い方が、ガロボー、この何色っていうんだろう、黄緑色みたいな方が、カスカベさんですね。そう、汚い色ですね。あアンディ同士、あの一つポイントになってくるのが、この主張権や防衛権、この辺を返すのに酒攻撃ですね。酒攻撃がね、かなりあの出るまでそんなに早いわけではないんですけれども、あ今みたいな残影権に対して確実に返すことができるということで、ちょっと隙間があればガードモーションから出すことによって連続ガード以外の先攻撃を確実に返すことができる、この辺のテクニック非常に使っていきたいところですね。あっとバックセプションがキャンセル、飛翔剣が出ない、一気に削っていく超レッパーだ、これは後ろくぐったが2発目の超レッパー、出がかっていたところに大残影、やりたかった、やることはやった、その上でガロボーが、残影剣、何やってんだっつね、ガロボさんそういうの通じないですからね。まあ、今何気にあのガロバさん起き上がりに生残影でしっかりやってたのもすごいなと思うんですけど、ね、弱残影、あここね結構あの酒攻撃仕込みの、自動残影剣なんてテクニックもね2年ぐらい前に見つけてやってましたけども、おうまい弱足、そうですね弱足でもしっかり残影剣返してめり込むので、そこから確実に入ることができると、ショルダン切り返す、この後角換難しいんですけど、下強パン角換ではないですけど何かこすってたんですかね、そこをやっていて、そして動こうとしたところでしょうか、逆算へとっさにガードしたが体力ゼロとった、ガロボーさんですね、ゼロドットで2決って勝利と、次どこだ、城山中のところと、むつみ、城山中対むつみ、あ城山中さんついに完全な戦闘スタイルになってますね、だんだん人間が進化した、あフレンズくらいになりましたね。さあ行きましょう、むつみ、アクセルですかね、むつみアクセル対ジョー山中、誰なんだジョー山中、ジョー山中ツピー、あの人本名も別に山中じゃないですからね。ジョー山中ってなんで聞いたことある気がするんだけど、誰か有名人かな、明日のジョーのキャラ、ウルフ金口じゃなくて、わかんねえ、明日のジョー俺ね小学校の時に 3,4 回全部見てるんですけどね、わからないですね、あの金龍飛の声優がね、若本のりおの名前が違うときというかどうでもいいですね。さあっと下強キックからエッサスはこれ、ね、うまいこと削りになる、そして裏落ち下がジャックパンで固めていく、コビーこれはスラでは落ちない、フレンズで見えなかったがフェイスオフしていく、山中シレッパ、これは一瞬見てから低いジャンプで飛び込む、あーこれはー超パンチ飛び込み当たったがスクリュー、あプロボクサーなんですね、どっかで聞いたことあると思ったらそんなんなんですかね、はあ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 、分かんない、今キックボクサーではありますけど、あなるほどね、ジョー山中そういう方がいらっしゃるんですね。
いるって言われてもよくわからない。共通点あんのかな、元ネタなんですかね、わからないですけど。さあジョーだから選んだわけですかね。あーっとこれは再び裏だったか、しっかりガードして落ち攻め。これはさあゆっくりと体力が3割ほど減っている状態。この打ち合いは、ね、非常に厳しいですからね、どっかで切り返していきたい。そして飛び込みたいが、ジョーのハリケーンはきついぞ。基本的にはこれジョーはね、こうやってやってるうちはもうアクセルの完全上位に等しい立ち回りしますからね。アクセルの強みを生かすには間合いが遠すぎる。あーここは飛んだが危なかった。ジャックからこれね、固め投げとかはねやりづらいですけど、さあ時間がない。ジョー山中冷たいバックステップが入ったぞ。あえて食らってからの、あー超必須も9月超必須いったが、ハリケーンアッパーが待っていた。ジョー山中勝利、強い。次が俺か、俺とレシオ君か。ああでかいな。はいどうもこんばんは、それがしです。さあ 1P 側がレシオさんキムで、 2P 側は、アキラさんのタンですね。なんでタンの、あこれは世界16位同士ですね。さあどっちが上なんだ。さあキム対タン、普通にやったらね、まあ、キムの方がアキラがなんですけど、まあ、まだまだねやれるキャラです。やれるってところを見せてほしいですが、さあ固めていく。あ、しばらくうまい。固めて NC、 さあ1回取って勝破。体力はおっと今のは漏れているか、いやこれ勝てるんじゃないか。あーっとギリギリ繋がってる。しゃがみ C から砲撃。まずはレジオさんが1本選手。いやー辛い。途中までね、良かったんですけどね、ちょうど赤くなっちゃったのが痛かったかなと。さあ、ハンケツさん、ボブライク、おっと、すごい右の勢い、あーさあ、今のはあ、AA になって、ミスった踏んで。体力差はでかいが、ワンチャン一応あるはず。さあ、しばらい勝ち合って勝ったのがレッドサムキム。いや惜しかった、1ラウンド目ほんと惜しかったですね。いや戦い方忘れてるから、やれると1ラウンド目終わったと思ったんですけどね。あやれんなと思ったんですけど、やられました。オシム対赤間お願いします。いや戦いの中で戦いをね忘れていなかった。いやーこれは厳しいですね、ダックは。お、来ましたね。さあワンピーが惜しむ前、ツーピー側超山中の耳打ちは何なんだ。ワンピー側、赤間ダック。まあこれはね、知ってる方も多いと思いますが、基本的にダックがやることがない組み合わせということで有名なんですけど、基本的に勝てるようにできてないってやつですね。まあ、前はそういう組み合わせ非常に多いんですけども、そこをどうですね、どうやるかですね。あタオル投げようとしますね、山中さんがね。そうですね、体力はやることない、足割れが。もうあれがね、もうね、あれが当たればいくらでも勝てるんですけどね、なかなかできないということで。はいはいはい、勝ちません勝ちません。難しいですね、これ非常に難しい。あそうなんだよな。まあ足払いと UM の課長戦でいいみたいな。そうですね、弱足と大足適当にやって、適当に UM やってバックステップしてればそのうち勝ってるという、非常に特に何もない組み合わせですね。まあ、そうですね、ダックだとそっか、相当きついです。やりようは一応あるんですかこれ。なさそうなんだけど、前側がよっぽどのことやってくれないときついですね。あ攻めてくれないといけない。
基本的にあのジャック足の後のとりあえずジャック足、とりあえず大足が非常にきついの でこれも簡単ですね。これね、ジャック足が若干長いですけど、ではどっかで、ブレイクストームの、台のやつを元で当てるとか、まあ、今の台足払い、今のやつ、今ノーキャンでしたけど、まあそこで勝ってますね。今みたいな時はあれ2度6かかる、あー削り切った、ここも今2回削るんでね、最後ああいう時にね、あのバックセットして台のブレイクストーム叩き込まないとダメなんですけど、まあ普通にやることはない、相当きついですね。はい、ということで、おちむさんか、はい、準決勝第1試合ですね、ガロボー対ジョー山中、なんだかんだでここまで来ましたね、ジョー山中、一体誰なんだ。あれこれガロボーさん優勝のチャンスじゃないですか、これはないよないよ、ないか、こんなことないよって山中さんが今はしゃいでますから、はい、じゃあやっちゃってください。 1P 側ガロボワンディ、 2P 側ジョー山中ジョー、でもないよどころかなんかウキーとか言ってますからね、なんかこの人トラスじゃなかった、なんだっけ、ヤノワンさん、わかりづれんの名前がいっぱいありすぎですね。さあ、開幕、お、なぜかバックステップで画面端に行っている、あれはガロボさんのあのスターティングポジション、あっし、おちゃらせた、あと一瞬歩いてから若干死んでましたね、死んでましたね、あれは一瞬でした、あのあまりのことに、飛ぶのって感じで立ち止まっちゃいましたね、あれね、あれはあそこで歩きないときでなんで飛んだんだ今、あれガロボーさんの若干の気候がいい感じでこれヒットしてますね、さあ木に気候返し来ましたね、そんなところで大残影、あえて大残影を大の、さあこれはありゃー、ええ擦ってる、しかもこれガロボーさんの戦いになってからマスクかぶってますからね、この人さっきもねかぶってたけど途中に取ったんだけどね、はい、今回はもうずっとフェイスオフなし、さあ、第2ラウンド、一体どっちが勝つのか、やりづらそう、まあね、アンディ、結構アンディ・ジョーはですね、今ぐらいの間合いだったら弱足で見てから、まあ割と簡単にさせるんですけども、そうじゃないと結構難しい、今もう一応弱足出してましたね、あれが強だったら当たってるって感じ、あーなるほど、当たったらそのまま下、弱パンスライディングまでセットという感じですね。逆足で相手の位置だけ見てればいいから回りとかところですね、あれがめり込んでたらです、めり込んでなかったらあのまま逆足だけ、いやーこれは使ってしまう、話してる、最近ガロボーさんがよくやる2回からの何かくはん、いやー勝ったのはガロボー、ジョー山中、いやあまりの衝撃に倒れてしまう、トラさん惜しかった、じゃあレシオ対、オシムお願いします、はい、はい、お願いします。世界16位対、世界3位の対決となっていますね。逆サイから16位のガロボさんが上がってきているということで、さあどっちがね、ここで強いのかね、さあじゃあ俺はね、この試合を、マクロスデルタガイデン、マクロス E を見ながら応援したいと思います一文字 K さんすごいね、なんかあの味方にいるときと一緒ですね、あのマスクかぶって、ね、星の彼方の闇の中、バンコより生息する伝説の生物、その名は超時空生命体、試合始まってますよバジュラ、さあ 1P 側がオシムさんで 2P 側がレシオさん、さあ相対キム、あこれマクロセーフの後の世界なんだ、全然実況してないこの人本当に漫画読み始めてるはい、じゃあ見ましょうかね、はい、キム戦ということでね、ムサノミの前の性能がまあ若干違うということで、まあでもあんま関係ないですね、キム相手にはね、と俺は思うんですけど、確かに飛び道具ないからあんまり関係ない、基本的にはね、あーおあ、列車くなり落とし方知らないですね、今ぐらいの場合はタッチジャックキック、あーそれでもいい、あー押しいて、翻弄されているか、押しいて、下ジャックパンが当たる前だったら下ジャックパンで簡単に落ちるよ、あの飛びの前を、今ぐらいの場合だったらジャンプ今みたくするか、遠距離ジャックキック先端、大会中のアドバイス、最強キックバンして、あ、いいよ、さあここ、あー弱足、確定ではないと思う、確定だったのかな今、台だったから、さあ1ラウンド目、まずはオシムが取っていく、やはりこれは世界3位の壁、厚いのか、16と3、さあレシオ頑張ってほしいか、まあ、言うてキャラキングなんで、ね、頑張ってほしいのクソもないんですけど、さあ
まあ、この2人ね、結構同じくらい多分始めたような気がするんですけどもね、どうなんでしょうかね。まずは焼却でリードを奪って、ここからじっくりいく。そうなるとね、守りの前側はなかなかやることが、今、バックステップしたと結構ね、難しいところですね、切り直しですからね。これはさあ、ここ。さあ、先端はデュエンドで、ね、割れますからね、割れますね。ここはダメですね、今、完全に今、そういう風に打つ人なんだってことで、2回目は違うことやりましたね。確かに、冷静ですね。レシオ君ね、結構画面見るタイプなんで、そうですね、見てますね。彼、意外と画面見るんですよ。まるで誰かが見てないみたいじゃないですか。まあ、そうなんですけど、まあ、誰とも言わない。あとはあの人って、この人指3本くらい折れましたね。ガラスペテでどうなってんすか。誰なのか、俺かなみたいな。いや、ね、画面ね、見るのが必ずしも強いじゃないですからね。まあそうですね、話すことも強いっていうのがね。こっちにガロボーさんだって話しますからね。ガロボーさんはでも、もしろどうですか、ガロボーさんだって5回やったら3回くらい話してますからね。いやそれ、本当に何年やってる人ですか。さあ、ここだからね、やっぱキムはジャンプの軌道を変えて緩急つけられるっていうのがね、やっぱあるので、太陽型の前は非常にやりづらいとかありますね。ちょっとムササビ返しづらいのか、なんかわからない感じですけど、突っ込んできてくれたらね、本当に一緒弱パンとかで何でも返せるので、判定自体は弱いからね。なるほど。さあ、落ち着いて、時間をいっぱい使ってくる感じでしょうかね。リードしてるのはレシオが遠距離ダイパの先端蹴っていく、知っている。ここからは事故がなければ、時間が、さあこれはそうですね、これは誘導クルージング、若干こう気づくのが遅かったかもしれませんね。これはもう何を食らっても、はい、レシオ君20秒くらいからずっと見えてましたからね。そうですね、もうあって思ったんですよね。特に言いませんでしたけど、はい、あいつ待ってるぞと思いながら見てましたけど、決勝ですね、勝ったのはレシオ。お、じゃあ決勝ですかね。じゃあ、ガロボー対レシオ、お願いします。さあ、これは同じベスト16移動士なんですけど、お、16移動士、これは互角です。まあ、画面を見ない人と画面を見る人の対決というね。いや、見てるよ、知ってるよ。いや、レシオさんは見てないから、画面、はい、ガロボーさん見てる。今ガロボーさんが、ほら見てるよ、いや、知ってるよ。あ、どっちが、知ってますよ。これ勝った方が画面見てますからね。はい、画面見てる方が勝ちますから。画面見てなくても別にね、勝つにおいて別にある。はい、じゃあ決勝戦ですね。ガロボーさん対レショーさん、レショーさんとか言っちゃった勢いで、ガロボーさん、行きましょう。さあ、お互い落ち着いて、ここですね。まあ、ここはガロボーさん、先ほどね、戦前に言ってましたけども、画面見ないとね、今相手にはどうしようもない部分がありますからね。そして、まあ、アンディ相手には実はですね、画面見てからで遅い部分もちょいちょいあってですね、そこをやってるか、酒、ああいうのはね、結構ガロボーさん、酒は今のは仕込んでます、ちゃんと。そうじゃなきゃ、あの周りで出さないですからね、マシン距離になっちゃいますからね。ここから投げていく、何か暴れてるように見えるが、そこ引っかかる、暴れていった、砲脚を潰したパンチの音がしたぞ。そしてジャックさんへからしたジャックパン。今のは危なかったっすね。でもこれはなんかちょっと若干ですけど、春日部さんっぽい動きでしたね、今ね。だから雰囲気が似てましたね。途中でさっき当たりましたからね、ちょっと青魔法をランニングしてきましたからね、これね。これは春日部の剣みたいな、若干ですけどね。確かにガロボーさんがまずね、一本リードしてますけれども、お、うまい、残影剣を若干して止めていく。まあ、実際ね、アンディとキム、まあ、キャラ的にはね、当然キムの方が有利だとは思うんですけども、アンディがやっぱりね、この残影剣とかで緩急つけて止めてくるとね、相手キャラは結構関係ないですからね。まあ、特に対応しようとしていると、その足元をね、救うことができる、非常に強い突進技を持っている。あー、うまい、しっかりと相手の2連発、ニトリジャックパンの後はね、ありますからね。さあ、投げかな、今の一瞬、拒否っていった、非常に強キック、あれが遠距離でもね、耐久になるということで、非常にあの前は安定で押しています。逆足しっかりと止めている。危ない、若干危なかったか。さあ、飛んでしまうと入るぞ、危ない、読んでいたが、これは時間が、当たるんじゃないか。よし、よかったよかった、足りなかった。いや、これ間に合うと思うよ。今のは間に合ったと思って。そうですね、1.8 秒ぐらいですかね、あれ確か。
ギリギリ今間に合ったかなと思った。列車の席立ったけど、いやこれいけんじゃねみたいな感じで、本当にギリギリでしたね。さあ第3ラウンド、さあどっちが見てるのか見てないのか。さあそこあの辺ね、やっぱ食らっちゃうときは多いんでね、難しいところ。レースの到着1回ぐらいは必要経費っていう部分があります、まあ、個人の感想ですけども。さあガロボーガードファスト有利とか、おそういったのをしっかりと使って駆け引きを持ち込もうとしている。大惨へ大のゾアメさんに返していた。ジャックパンコスでいた、傷で画面端。さあいい、あいい体力、これはフルコンの時間ピヨっている。強キックが刺さる。勝ったのはレシオ、優勝おめでとう。いやジャンプ台しっかりと置いてあった。そうですね、いい感じでアンディ対策が刺さった感じでしたね。いや今のはいい感じでした。レシオ君うまかったです。インタビューですか。じゃあなんだっけ、カメラでやればいいのか。これやるんだったかな、やる。はいはい、お、ということで、はい、優勝者レシオくんです。ありがとうございます。高い、高い声だね。ありがとうございます。レシオくんは、確か去年のあれだね、夏フェスで優勝したけど、普通の大会優勝したことないって言ったから初。ああ、なかったですね。普通の平日だと初めてかもしれないですね。まあすごいよ、これ決勝でね、しっかりガルボーさん破ってるし。いやー、やっぱりなんとか同じ順位だったんでね、胸を借りるつもりで16位で、そう、やっぱね、16位。途中で俺も負けてて、俺の魂をしょっていってくれたという。16位多すぎなんだ。16位かい、ガルボーさんも春日部さんを通して上がってきて、16位の頂上決定戦だったっていう、16位1位ってことがありますからね。中国一ってどういうことだって話。途中3位のオシムさんも破ってね、下克上果たしてるということ。ああもう胸を借りると思ってね、冷やしてもらいましたね。いやでもレシオ君すごいね、優勝したね。いやー、まあ、キャラが決まった。いや久々にガルボーさんのアンディに勝ったような気がしますけど。あいやすごかったすごかった、ね、いい勝負だったしね。いや本当はね、ここまで来れたんで、まあ世界10月の東西戦もね、うん、この調子でね、あ頑張っていきたいと思いますんで、ね、なんか今向こうのボスがなんだどっかの島に行ってウサギのビジネス始めましたから。まあすぐあいつそういうことすんだよ。なんかマクドナルド行ってね、なんかどけよみたいな、座れないのみたいな。そうドナルドに対してそこどけよみたいなの言ってて大丈夫かなと思ったの。世界的キャラクターに向かって何の話をしてるんだ。まあ肩並べたかなと思ったんです。まあコメさんの話はどうでもいいんですけど。いやでもすごいね、いや強かった強かった。まあ普段からねやり込んでるのが実った感じでしょうかね。はい、よかったです。いやいい感じで、ありがとうございます。素晴らしい。結構ねキムとか使っててもアンディ結構苦手な方ともいると思うんですけど、今の試合かなりね、そうですね、思います。まあ本当無理しないのが一番かなと思いますけど ね、 そうだね。あと残影権見えるか見えないかでかなり変わってくるんで、そうそう、特にやっぱ体力リードしてるとどうしても残影権で一気に来るっていうのがどうしても出てくるから、 そこをしっかりさらに潰して体力で表にいるっていうのは非常にうまかったかなと思います。はい、そんな感じで、なんかいいですか、モイジャスの宣伝とかしなくていいですか。あモイジャスですか、あいいんじゃないですか。モイジャス、んあ、そうだそうだ、忘れてました。なんかね、ツイッターでこの間、はいはいはい、なんだっけかな、ロベルト極め、ジャスティス学園のロベルト極めたっていう人がいたんで、はい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 、ぜひね、味方に来てもらって、チキンさんとかね、私とかと戦ってもらえればいいかなって思います。萌えジャスじゃなくて、私立かもしれないけど、私立かもしれないけど、それは言ってくれれば、ハッチョさんがすぐ入れ替えてやってくれるから、すぐ入れ替えます、すぐに入れ替えてくれるよね、私立ね、もうすぐ、すぐ配信する。それで俺さくらとかね、夏が使いますから、ね、あ、そうそう、 あとその後チキンの、チキンのショーマが控えてる、そう触れないショーマが控えてますからね。はい、そんな感じでね、はい、ぜひね、ガロスも結構極めてる人多いと思うので、ぜひ遊びに来てもらえればと思います。ガロスペはね、多いね、昔からいるね、全国にたくさんいるね、本当にね、煽り7割くらいで言ってるんだけど、世界大会のね、コメントとか見てると本当に、ね、極めてる人多いんで、はい、まあそんな感じで、結構今ガロスペ、ミカドね、世界大会終わっても盛り上がってるので、うん、ぜひ、はい、遊びに来ていただければと思います。はい、はい、ということで改めまして優勝したレシオくんおめでとう、はい、ありがとうございました。強かった。はい、てなわけで優勝レシオくん、いや本当強かったですね、おめでとうございます。ガロスベゼのね、結構いろいろ倒して決勝もガロボさんを倒して優勝、素晴らしかったと思います。はい、てなわけですね、金曜、ガロスペはねいつも対戦会やってます。2台3台でねいつも盛り上がってます。あと宣伝ですけども、明日、8月5日ですね、12時から18時、定額フリープレイのガロスペ対戦会やる予定です。詳しくは俺のツイッターを見てください。ぜひ、ね、遊びに来ていただければと思います。講習会なんかもねやるんで行っていただければ、いろんなキャラ教えますからよろしくお願いします。
はい、ということで、大丈夫かな。はい、金曜日ガロスペ大会でした。ありがとうございました。どうも、の試合やってってください。